注意したい秋の花粉の種類と特徴についてお伝えしていきます。実はですね、9月のうちからもう花粉が飛び始めているんです。皆さんはこの秋の花粉感じているでしょうか。ウェザーニュースでは調査を行いました。アプリのユーザーを対象に行ったところ、感じていないという方も 64% いるんですが、結構感じる、ちょっと感じるという方を合わせると4割近い方がすでに花粉を感じていることがわかります。春の花粉の代表格はスギ花粉ですが、秋の花粉にはまず稲とブタクサです。実は東北地方や関東地方ではすでに6月頃から飛散が始まっていて、この9月に飛散のピークを迎えます。これらの稲とブタクサは花粉の飛ぶ距離が数メートルと狭い範囲であるため、遠くまでは飛んでいかないんです。ただですね、公園や河川敷など身近な場所に生えているという特徴があるんです。またその他にもヨモギとカナムグラがあります。夏の終わりから秋にかけて飛散する種類で、こちらもなんと9月頃に飛散のピークを迎えるんですね。秋になってから急激に飛散の量が増える傾向もあります。また10月になってからも多くの方が飛び続けているという実感があるようです。そしてこれらの花粉なんですが、ごく小さいんです。そのため春の花粉症は鼻水やくしゃみが代表的な症状であるのに比べて、秋の花粉は喘息などに発展してしまう可能性もあるんです。では秋の花粉を防ぐためにはどうしたら良いんでしょうか。まずは草の多い河川敷などには近づかないようにしましょう。また落としやすい表面がツルツルした衣服やカバンを選ぶこともおすすめです。さらに食べるものです。ヨーグルトなども積極的に食べて免疫力を上げていきましょう。今回ご紹介した内容はお天気アプリウェザーニュースの中のお天気ニュースチャンネルからもご確認いただけます。